と弟が今落ち込んでるので、お母さんなしでお出かけをしてはしご何回してくれるのかやってます。めっちゃあんねんけど、やばい。ノリで頼んだらめっちゃ頼んでもた。どうしよう。どうしよう。楽しい。あ、終わった。美味しそう。怪我したかやった。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。頼みすぎやわ、さすがに。いただきます。これが一番美味しい。美味しい？どう美味しい？そうなんだ。いや、美味しそう。どうぞ。美味しい。知らない人に怒られた。呼んで、今回の先行きたいんで、コロッケカレーやっぱ3人で内緒で出かけて食べるやつ美味しいな。ご覧のスポンサーがお送りします。あっ、うまいよ。うん、うまっ。だってめっちゃ汚いよ。なんかラーメンが少しだけな。またきする。仕事じゃね。普通じゃん。普通や。どっちもやりそう。もっとご覧のスポンサーがお送りします。ここ頼んだけど、もう3つ食べたもしかして。うん、オンデリング変色やね。オンデリングがマジで美味しい。これはゆっくりスピードの意味がわからない。だってオールドファッションどこ行った？オールドファッションって？オールドファッション食べたかったな。これじゃん。ちょっと待って、これエンゼルクリア。知ってる？手めっちゃ震えてんねん。そう。ちょ、やんの？おい、何も見えへんて。いや、お前これ食べれるやん、ポンドリングみたいな。ほんまに。でもポンドリングしか食べへん。食べてるやん。ポンデリングしか食べへんやん。ちゃうてるじゃん。なんなん世の中に不満がある。言うてみっちゃうよ。コロナ嫌い。これしゃあないよ。今の子ってさ、修学旅行もないんだよ。やばない。何で？僕たちの時ギリギリやったからさ、なんか、とか言うからさ、その子たちの気持ちがさ、ちょっと遅いんだよ。めっちゃええ子やん。それやめるためにさ、しっかり感染対策するべきかな。僕はどうに、夜中4時まで怒られた話。いや、どう？じゃあ食べるわ、ほな。ほな、もらうわ。いただきます。あげたらそれちゃうんだよ。ごめんアホやん。ごめんねって。ミスタードーナツ先輩ラーメンやってますわ。でもじゃねえか、ね、俺らラーメン向いてねえぞ。ラーメンのところにタオル落としてじゃあいい。フードをもらってきてよ。デリバリー的だな。ここキッチン。キッチン。なんていうの、あれなんていうんだろう。てか食べるの早いな。これ10分しかなってないんだ。おいフードに行こう。今から晩飯か。晩飯の分買ってきて。家族なんだ。ちょっと行ってみて。行ってくる。さすがに言わせて。毎日怒鳴ってて耳痛い。痛い。お母さん、俺思ってないの。お母さん、僕は思ってない。お母さん、勝手に言わされました。じゃあ一緒に行ったるわ。お前らな、お前らが行くとこついていったるわ。めっちゃやばいぞ、俺のとこ。チラピケもどきよ。おい、これ言い過ぎた。これはない。僕さ、お父さんが1分ほど壊すから食べに行こう。
な服なブドウもどきブドウマジブドウマジブドウマジ通ったとこ絶対だろもう凝ってますねえ何そしたら誰でしょう。じゃあ怖い人。田舎にあるなんか風船ででっかいなんか飛ぶやつ。どうしてもお前呼びかけたいっていうから来たけど。じゃあ一歩どうしますか。その前に吉野やります。おい吉野行ってから一歩どうする。こう行く？こう行く？こうギザギザで。パス回しみたいな。もんだもんだ。お前なんか、もう絶対食べられへん気する。じゃあ負けたやつは A 点か B で食べましょう。だからそのふっからの気持ちでいいあ、全然ない、全然ない。やった。お願いします。出られへんわ、次行こう。おい、最低。腹くるろ。頼む人、手あげて、はーい。頼む、お前で食おうえ、何する？え、けどここでぶっ飛ばしに行ったら次無理やん。生食器行こうかな。それで最高すぎる。これか。そうか。これぐらいお兄ちゃんがラーメン作るレベル低いのこれじゃあ目標からしよう嬉しいでうまっ。じゃあ本来じゃあ負けなわけだ。ヘッドパン。追加。ご飯。笑い方どうなってる。どっから取るの。上。うわ。カメぐらい。カメぐらい美味しいです。え、カメってそれぐらいじゃん。カメと同じ美味しさって言うんやねん。カメって食べれんのみたいな感じ。カメって美味しいの。じゃあ、親子の名前話して。え、そこじゃんけんしようか。じゃんけんしようか。はい、え、あ、じゃん。買った人なの。ごめん、いいっすよ。はい、はい。すいません。お兄が行こうぞって言ってる遊びに来てる時が多くてどうだぞわざわざっていうかこれリタイアした人どうする。リタイアあるやん。リタイアしたらこっから報復電子に10キロぐらい見て昨日さ、銭湯行ったの。銭湯行ったの。え、お兄ちゃん泣くと大丈夫さ、分かったよ。じゃあどうした。すずさ、70キロしかなかった。こういうことだけやったよね。なんでやと思う。大食い分だったね。え、頑張ってんの。実は3人で1つ食べるときすずさんが一番初めに痛いさ。え、頑張ってんの。私のこと聞いて。ラーメンっぽいのない。とりあえず麺つかしといて。ちょっと教育委員会訴えるかしら。教育委員会訴えるの多分できんの。難しい。マグロ出た。え、うん、
山崎行こう。ちょっと行こう。ちょっと何も言われない。マグロ行きまーす。ショートスイッチ。ごちそうさまでした。どうだけやね。もう帰ろ。お腹いっぱい。よっしゃ。じゃあ次マグロ行こうか。キーを押すときに。あ、目隠しでね。目隠しっていうかもう目つぶって、これでお願いしますって言った。それで行こう。どうしよう。それで行こう。そうですね。わかりました。超オレオクッキーください。チキンフィレオ。コンビでよろしいですか。はい、お願いします。オリなんだ。なんか俺超オリオみたいな、めっちゃオリオ増量してんねん。なんか増量って書いてる。あ、君の心もそう、グッと僕の体の感じもそう、ハート。すっごい量やオリオ。目に見えて増量してる。いただきます。きつっ。お前どういう性格してんの。どういう性格したらそんなことできる。うまっ。久々のマック超うまい。別に、ね、攻めてるとかそんなに興味があって。ああ、そうなんですか。あ、はい、あ、YouTube です。YouTube です。っていうお名前です。スズショートって。スズショート、はい、調べてみます。あ、ぜひ。なんか好きなんですか。あ、そうなんですか。あ、ご兄弟。そう、兄弟。友達と思ってた。ご兄弟なんです。なるほど、わかります。スズショートに、はい、調べてみます。ぜひ、ありがとうございます。なんかかっこいいなと。いや、全然そんなもん、ありがとうございます。もう、嬉しそうです。ゆっくりお過ごしください。ありがとうございます。すいません。スマイルくださいって言ってない。スマイルもらっちゃった。やば、お得。中学生お得。嬉しいね。ちょっと好きなっちゃったかも。さっきのマックの店員さんキュンってした。疲れない。あ、そうなんすか。いや、ありがとうございます。よかった、いいよ、全然。あの、同い年で誕生日一緒なんです。やばっ。もうちょっとお誕生日じゃないですか。そうです。ありがとうございます。マジっすか。よかった。いつ帰るかなと思って。よかった、いい、全然全然。マジっすか。ありがとうございます。毎日やってヘビーユーザー。ヘビーユーザーっていう。いや、ありがとうございました。スマイル無限にもらっちゃった。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。あんな嬉しそうなマック見て初めて見てんけど、俺。毎日この時間に毎日7時48分。7時48分に。さっきの人にキュンとした。はい。おい、焼いてるって。結婚の申し出しすぎて、結婚のハッピーセットもらってきました。心のハッピーセットもらいに来ました。ほら、これでよくない。それにハッピーセット買ってから言うのやつ。家出が止まらへんわけやから、帰りたいって思うまでやっぱ食べなもん。帰りたい。嘘けど、スタバ行きたい。スタバだけ行くわ。ペットショップよ。スーさん、コウさん、売りに行こうぜ。誰が食って。ちょっとトイレだけ。大丈夫か。もう家帰りたくなってきた。じゃあよかった。タクシーで帰らせてめちゃしてたよ。待て、バレるバレる。お前来て。 お前ただでさえ巨人やねんから。出てきた。出てきた。あ、出てきた。出てきた。割れた。びっくりした。マジでもう終わったかと思った。マジで終わったかと思った。すっげえ早い。バックスコース。あ、いいな。これやめてほしい。僕はマンゴーパッションのトールで、ルグレーダブル生チョコレートチョロで、トールで大丈夫。食べたいご飯食べてで、食べてで。あ、お疲れ。ちょっと待って。リンカーブ出てるって。リンカーブ出てるって。リンカーブとか言うな。お疲れした。いや、俺が入らせてる。
帰ってないからです。ショートスイッチ。うわやっぱ発酵の味するわ。マジそれでもアメリカ見たじゃん。一回見たじゃん。なんで見に行くの。なんでなぜ中愛だよ。顔痩せたの。なんかうざいな、これ上からやったの。太ったの。早い、早い、泣くの。泣くの早いよ。あんちゃんないの、なんか悩み。悩みがあるから聞いたってんねん、俺。ラスト行こうか行かないか悩んでる。あ、エイペックスね。あれ言うとか、エイペックスしてる人か。ガイアタイ目指してる人か。付き合ったら楽なのかな。知らん。ちょっとだけちょうだい。どんどんなけちょーな。まず嫌われる第一はタバコ。タバコの次ダイヤやもん。タバコの次ダイヤやもん。パチンコじゃなくて、持てへんっていうこと分かってる。お、やべ、ダイヤやった。ダイヤやった。レッドブルの。多分スタイルから振るか。そう。優雅な一日過ごしたんちゃう。今日普通にそうだった。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうね。ありがとうございます。バイバイ。あれバイバイ。ちょっとあの LINE の番号とおっしゃってる。電池なかった。電池ないんやった。誰が好きか最後聞いとけばよかった。聞いてくれ。僕がやる。めっちゃ迷ってる。聞いてくれ。誰が好き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 。誰が一番好きかって言うけど、なんか見た感じ講座やな、あれ。ちょっと JK やもん。誰が一番、誰が一番好きだと思う。ありがとうございます。ありがとうございました。もう帰るか。一回あのマクドナルドに挨拶して。挨拶と思わない。検証結果、スーさん、コウさんがお兄ちゃんのはしごするなら、4件までが限界。普通に何がある。何がある。何もない。なんかあるっしょ。